それではこれから会見を始めます。今日のゲストは国連大学上級副学長で、国連事務次長補で、いらっしゃる、竹内勝彦さんです。竹内さんは東京大学大学院農学系研究科を出られて、東大大学院の農学生命、科学研究科教授として、長年勤められて、今も東大の方で、先生をされています。農学生命科学研究科というのはちょっと私も全く門外漢で、どういうことをなさってたんですかって先ほどお尋ねしましたら、街路樹とか公園の緑を研究されているというふうに、という形だというふうに教えていただきました。で2008年から国連大学の副学長、それから2013年から国連大学の上級副学長として、務められてこられました。本日は日本に本部を置く唯一の国連機関である国連大学の活動内容や、竹内さんが長年関わってこられたアフリカでの研究教育支援、あるいは今年8月末に初めてアフリカで開かれます第6回アフリカ開発会議、などについてお話をいただくことになっております。本日の司会は当クラブ事務局長の羽生が務めます。それでは竹内さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもこんにちは。ご紹介いただきました竹内でございます。以前は農学生命科学研究科というところで緑地創生学研究室というところの教授をしておりました。ちょっと先ほどの解説よりは広めのことをやっておりまして都市や農村のですね緑地環境の保全、それから新たな創造ということをやっていたんですが、今から10年ぐらい前から東大に新しくできましたサステイナビリティ学連携研究機構、こちらの方で、持続可能な社会形成のためのさまざまな取り組みを進めております。で実は東大の2代前の総長、小宮山博先生とは大変親しい関係でございまして、そのサステイナビリティ学を一緒に作ろうというふうに話を始めたのも小宮山先生とでございました。で2007年末のことですけれども、小宮山先生のご推薦を受けてですね国連大学に応募いたしまして、2008年の7月1日付で国連大学の副学長に就任いたしました。それまでは副学長、東大から何人か出ておられるんですが今までの方はですね全部東大を休職するかあるいは退職するかしないとですね、当時は国家公務員ですから国際公務員とは矛盾するということで利益相反ということでですね、そういうどちらかを選ぶ必要性があったわけなんですけれども、たまたま国立大学法人科というのがありまして、法人になったということで当時小宮山先生が文部科学省に相談したら、それは法人の長であるあなたの判断いかんだということになりましてですね、おそらく東大でも最初だと思いますけれども、正式にそのエフォートをですね2つに割りまして、東大の教授としても現役で仕事をしながら、かつ国連大学の副学長を務めるということができるようになりました。良かったのか悪かったのかですね、本当は休職をしてかつ国連大学でフルに給料をもらうっていうとですね、休職の場合は給料が6割ぐらい出ますのでそっちの方が良かったんですけれども仕事上はですね今のような形になった方が良かったなというふうに思っております。ちょうど今月末で丸8年、副学長の任期は1期4年でございますので、ちょうど今月末で、副学長を退任するということになっております。しかし私が立ち上げたいろんなプロジェクトがまだ国連大学の中にたくさん残っておりますので、今後は客員教授という形で国連大学と関わっていきたいというふうに思っております。さて国連大学について、ご承知の方もおられるかもしれませんが、概要だけお話をしておきますと、この大学なぜできたかということですが、国連大学にはウータント国際会議場というのはございますけれども、このウータントさんがですね、国連組織の中に学術的な機能を持った組織を作るということが重要であるということを提唱されたわけですね。それでそれを引き受ける、その国をいろいろと探しておられたんですが、その当時佐藤栄作総理、それから永井道夫文部大臣、この2人の大変な熱意でですね、日本に誘致するということが決まったということでございます。聞くところによりますと、佐藤総理のなぜ誘致したかということの本意はですね、いわゆる戦後日本の復興の象徴として国連機関をその誘致したかったということのようでございます。また永井先生もですね、大変国連大学のさまざまな運営等に関して格段のご配慮をいただいたようでございまして、今永井大臣の奥様美智子さん、今も大変お元気で国連大学しばしば来られておりますけれども、永井先生がいかに国連大学を愛してたかということを、とうとうと私に何度もお話をされておりまして、私もその話をたびたび聞かされております。さて、国連大学の性格ということになりますが、実はこの設立にあたってはニューヨークの国連総会で非常に大きな議論がございました。それは国連大学に教育機能を持たせるべきかどうかということです。で、最終的にはですね、特にアメリカの反対がありまして、教育という機能は持たせないということになりました。国連大学憲章を見ますとですね、大学院レベルのいわゆる研修はやってもいいと書かれていましてですね、研修まではこれまでずっと続けてきたわけですけれども、いわゆる大学院教育っていうのができなかったということです。で、今の学長の前の学長コンラド・オスターワルダーさんというのは元スイス連邦工科大学の学長でございました。彼はいわゆる世界的に著名な大学の学長であったわけで、できれば国連大学に教育機能を持たせたいということで、着任直後の私に、そのことの指示をされました。で、指示を受けまして、また日本の特に文部科学省の支援を受けまして、その予算の配置等についてもご配慮いただいたわけですが、大きなネックだったのは国連大学憲章の改定ということです。これはですね、国連総会で決議するというわけですから、普通でいうとちょっと並大抵のことではない。で、昔その教育プログラムを作るということが否定されたということで、我々本当にですね、どうしようかということでいろいろと考えあぐねたわけでありますけれども、たまたまその当時ユネスコの事務局長は松浦浩一郎さんでございました。この松浦浩一郎さんがこの大学院プログラムに大変関心を持たれまして、また支持をされました。で、彼がユネスコ退任の直前に国連事務総長宛てに、ぜひ国連大学に大学院を持たせるべきであるという勧告をしていただきました。そのおかげで国連総会も無事通過しですね、今は学生を取れる組織になったということであります。そして、小規模ですけれども、国連大学の本部のある今のサステイナビリティ高等研究所というところに小さな大学院プログラムを作りました。修士、それから博士だけのプログラムでございます。このプログラムの特徴を一言で言いますと、サステイナビリティというものに今特化しているということですね。気候変動に対する適応ですとか、あるいは生物多様性の保全とか、最近でいうと持続可能な開発目標といったことにですね、力を注いでおります。私たち東大と国連大学で共同で国際学術誌サステナビリティサイエンスというのを刊行しているわけですけれども、おかげさまで大変インパクトの高い雑誌に育っていたりしております。もう一つこのプログラムの大きな特徴というのは、世界中から応募者がいるということですね。とりわけアフリカから最も応募者が多いという形になっております。私も東大で国際担当しておりましたが、アジアからはたくさん留学生が応募してくださるんですけれども、アフリカからたくさんの学生が応募してくるというのは国連大学の非常に大きな特徴で、これは国連に属している大学というものの、いわば価値というものがですね、とりわけアフリカでは認められているということの反映ではないかというふうに思っております。ですからですね、私は日本の大学と国連大学の連携は今後とも強化していかなければいけないと思ってますけれども、例えばアフリカからまず国連大学に来ていただいて、その後ですね、日本の大学との連携を深めていただくというふうな、そういう道もあるんではないかというふうに思っております。さて、私自身が国連大学に赴任して以来の取り組みについていくつか紹介をさせていただきたいと思います。私どもちょうど2010年に生物多様性条約の第10回締約国会議を名古屋で開催したわけですけれども、その時に日本の環境省と国連大学が中心になって始めた取り組みというのが里山イニシアティブというものでございます。これは日本の里山のような、本来人間と自然が共生している社会がですね、残念ながら近代化あるいはグローバル化、そして日本なんかの場合には過疎化高齢化というような、こういうさまざまな問題を抱えてですね、その持続可能性に危機が訪れていると。しかし、最近皆さん自然資本を生かした地方創生っていうようなことを言っておられますけれども、そういうふうなことを実現するためにでもですね、この里山の復活あるいは里海の復活というのがどうしても大事であって、かつそういうことはですね、世界の人たちと共有できるんではないかということで、世界的な取り組みへと今発展をさせております。この3月にもカンボジアでこの会合を行いましたし、今月末には私はペルーで、この里山イニシアティブの地域会合に出席をするということになっておりますが、そういう、日本発の世界的な取り組みを生み出すことができたということは、私にとっては非常に大きな成果であったというふうに思っております。2番目に世界農業遺産という取り組みについてお話をさせていただきます。この取り組みは2002年にローマに本部を持つ国連食糧農業機関 FAO といいますが、この組織が始めた取り組みでありまして、これは言ってみるとですね、大規模化による農業が環境と矛盾するというふうなことからですね、むしろ伝統的な農業の知恵を生かしながら、しかし現代社会に合うような形の取り組みへと変容させるということでありまして、先ほどの里山イニシアティブとは非常に趣旨が一致しているものでございます。でこれはもともと地球環境ファシリティという組織が支援して始めたプロジェクトでございましたので、最初は途上国を対象にしておりました。で私は国連大学に赴任して以来ですね、途上国支援も非常に重要だけれども、こういうものの重要性っていうのはむしろ先進国である日本のような地域でも大事なんではないかということを申し上げて、今日本では8つの地域が世界農業遺産に認定されております。その結果として認証米が付加価値を持ったりですね、あるいは阿蘇なんかで最近、地震の被害を大きく受けているんですけれども、赤牛と草原の関係みたいなものがですね、非常に高く評価されたりというふうなですね、そういう効果も現れてきております。FAO というのはもともと緑の革命ということでですね、いわゆるその高収量品種を化学肥料を使ってですね、大量に生産するというやり方が中心だったわけですけれども、それに対するですね、いわば対案としてこの取り組みを始めたというのは非常に意義深く思っておりまして、現在ではプロジェクトから FAO の正規のプログラムになっておりまして、私自身はその科学アドバイザリーグループの委員の一人として現在務めております。3つ目に私が進めた取り組みというのは、気候と生態系変動に関する地域住民の能力向上に関するアジアとアフリカにおけるプロジェクトでございます。アジアの場合については、環境省の地球環境研究の助成をいただきましたし、それからアフリカは私どもの研究所がございます。言い忘れましたが、国連大学というのは世界に11研究所のある、研究所連合のような組織で、その本部が東京にあるというふうにご理解いただきたいんですが、アフリカのガーナには自然資源研究所という研究所がございまして、この研究所と共同でですね、北部ガーナにおける気候生態系変動に対する地域住民の能力向上のためのプロジェクトというのを過去5年間やっております。これはJICA とそれからJST 科学技術振興機構の助成を受けてやっているものでございます。私もそのプロジェクトのリーダーとして毎年アフリカに行っておりますし、今年はその関係で成果を公表するということで、ご承知の TICAD が初めてナイロビで開催されますけれども、その際に私どもの研究成果を発表したいというふうに思っております。また人材育成という面では、私が赴任してからですね、SDA という取り組みを始めました。これはアフリカにおける持続可能な開発のための教育という取り組みでございます。どういう取り組みかといいますと、持続可能な開発のための教育というのは、これユネスコが中心になって始めたものでございますけれども、アフリカがですね、経済的にも社会的にも世界をリードしていくような、そういう地域になっていくことが期待されるわけですけれども、そのためには従来のいわば資金援助、あるいは技術援助というものだけではダメで、人材を積極的に育てる、そういう仕組みがなければならないということですね。しかし、そういう人たちをそのまんま先進国で学ばような環境にしますとですね、そういう人たちが先進国にとどまってしまってですね、アフリカに戻らないという、こういう問題もあるわけで、そこでアフリカのいくつかのリーディング大学、これはケニアでいうとナイロビ大学とかケニアッタ大学、あるいはガーナでいうとガーナ大学、それからナイジェリアでいうとイバダン大学、あるいは南アのですね、ケープタウン大学といったこれ大学とですね、一緒に持続可能な農業開発、持続可能な都市開発、持続可能な鉱山開発という、この3つのテーマで、それぞれの大学で大学院レベルの教育プログラムを立ち上げると。でそれに対して日本の大学の先生方に向こうに行っていただいてですね、その教育の支援をしていただくと、こういうプログラム立ち上げました。幸いにもですね、ごく最近になってアフリカ開発銀行からこれがのプロジェクトに対する研究助成がつくようになりまして、この引き続き国連大学がその事務局として機能するということになっております。他方、日本人をアフリカに派遣するということも重要ではないかということでございます。今日本人の留学生、これが減少しているということが問題になっておりますけれども、日本人がアフリカにどの程度留学しているかということになりますとですね、なんと 0.4% でございます。ほとんどアフリカに皆さんいないということであります。私自身は幸いにも若い頃にアフリカで研究を行う、ことができました。私自身はガーナではなくてザンビア、マラウイ、ジンバブエというあたりをで研究をしたわけでありますけれども、その時の私のアフリカの滞在の経験がですね、今国連大学でアフリカに関するプロジェクトを推進する上で非常に役に立っております。そういうことからですね、ぜひ若いうちに日本の学生にアフリカに行っていただきたいというふうに思ってプロジェクトを立ち上げました。ポイントは何かというとですね、やはりアフリカですから安全面の問題があるわけですね。かといって日本の大学の先生に必ず同行してもらうというわけにもいかない。そこで私どもが考えたのは、私どもパートナーの、私どもの研究所も含めてですけれども、先生方に受け入れていただいてですね、そういう安全性が保障された中で特にフィールドの経験をしていただくと、そして将来はアフリカとの関連性の非常に強い人材として育っていっていただきたいというふうなことを思っております。お手元に配布した資料の中に、そうした成果を公表する会合についてのお知らせが入っておりますので、もしご関心のある方におかれましては、それを見ていただいてですね、ご参加いただければ大変ありがたいというふうに思っております。いずれにしてもアフリカ、日本、これからはとても重要なパートナーになります。もちろんアジアは大事ですし、また南米、中南米も大事ですけれども、とりわけ国連大学はこのアフリカを引き続き注目していきたいというふうに思っております。私アフリカでいろんな仕事をしておりましてですね、一番私が残念だなと自分自身が思っていることがございまして、私は学生の頃にですね、第二外国語ドイツ語を取っちゃったんですね。でドイツ語を取ってですね、ドイツで飲み屋でドイツ語でしゃべるっていうのは大変それはいいことなんですけれども、あんまり国連大学に赴任してからですね、ドイツ語を知ってて役に立ったってことはあんまりないんですね。その反面ですね、とても残念なのは私がフランス語を取らなかったっていうことです。でアフリカで私がプロジェクトをやっておりますと、しばしば言われるのは、お前はフランス語圏のアフリカに対する配慮がないと。いや、配慮がないんじゃないですよ、ただしゃべれないだけなんですけども、したがってですね、本当のガーナっていうのはですね、実は西アフリカにある英語圏の国なんですね。ですから私が快適に仕事をすることができているという面もあるんですが、逆に言うと私の増え手としてですね、そういうフランス語圏の地域に対する交流が必ずしも十分でなかったという、非常に強い反省を持っておりまして、若い人にはぜひフランス語を勉強しましょうねということを言っております。さて、国連大学のこれからということになりますけれども、非常に一つ大きい課題というのは、私も客員教授として残していただいて、これから引き続きと思っておりますけれども、ちょうど今年から持続可能な開発目標に向けたの達成に向けた取り組みが始まるということです。これは SDGs というですね、こういう目標でありますけれども、この目標にはいろいろと私がこれまで専門にしてきたですね、気候変動だとか生物多様性だとか、あるいは都市ですとか、そういうものが含まれております。こういうものに対してですね、これは国連の取り組みでありますので、これを学術的な面から、あるいは科学と政策の間のリンクを強化するという、そういう面からもですね、この取り組みを進めていくと大変いいのではないかというふうに思っております。国連大学の中にもそのことを中心に推進をするチームも結成されておりますし、私自身も国連大学のウータント国際会議場でですね、しばしばこの SDGs についての講演も行ったりしております。残念ながら SDG についてはですね、日本の社会の中では認知度が低いんですけれども、やっと G7 サミットの直前にですね、安倍総理を代表とする政府の中での推進本部が立ち上がって、これからということでございます。こういうものについても積極的に関与をしていきたいというふうに思っております。今日午前中に学長と一緒に長谷文部科学大臣とお会いをする機会がございました。ちょうどこの G7 サミットと合わせて G7 教育大臣会合というのが最近倉敷で開催されております。この倉敷の中でも倉敷宣言というのが出されておりまして、そういう中ではさまざまな人を包摂するような新しい、共通の価値を創造していこうとかということと並んでですね、新しい時代にふさわしい、人々の能力形成を図っていくということが言われておりますし、またそうしたことを円滑に推進していくために、この分野の教育の推進、国際協力の推進といったものが謳われております。そういう中に SDG というものが位置づけられているわけであります。ちなみに私も SDG には非常に関心があるので、この意義についてお話をしたいんですが、2015年までの目標というのは、これは途上国を対象にしたミレニアム開発目標というのはございました。これはコフィ・アナンさんという前の事務総長が提唱されたものです。でこれは一部はうまくいかなかったけれども、こういう目標があることによってですね、かなりODA がそこに投資されて、例えば貧困の削減ですとか HIV の減少ですとか、あるいは識字率の向上といった途上国におけるさまざまな課題が改善されたことは間違いありません。で今度の SDG というのはそれを一方で引き継ぎつつですね、他方で気候変動、生物多様性、といったそういうグローバルな問題にも視野を広げるということでですね、いわば途上国と先進国の課題をですね大くくりにして、それを世界の共通の目標にしていくという、こういう取り組みであります。従来アフリカというのは我々とは少し違うところにあって、そしてそこはですね、いわゆるその援助の対象であるというふうな見方の ODA からですね、例えばアフリカというのは私にとってかけがえのないパートナーであると、そしてアフリカにこれからですね進出していくのはむしろ日本の社会にとっても大きなオポチュニティとなるんだという見方をしていくということが必要だ。これがTICAD がかなり体質が変わってきたことの一つの表れだろうというふうに思っております。前のアフリカ開発銀行の総裁にも、カベルカ総裁にも国連大学に来ていただきまして、アフリカ開発銀行との協定を結びましたけれども、彼によればですね、まさにアフリカというのはですね、いわゆるその希望のですね乏しい国からですね、希望に満ちあふれたそういう国々へと変わっているというふうに言っておられましたけれども、私もそのことを実感をしております。そういうことで私自身はアジア、アフリカを中心にこれまで持続可能性についての取り組みを推進してまいりましたし、今後引き続き客員教授としてそうした取り組みに関わっていきたいというふうに思っておりますが、一応8年間の私の任期がほぼつつがなくと言っていいんでしょうか、終えることができ、私としては大変安堵いたしております。この間、国際機関の皆さん方のご支援、それから日本政府のご支援、とりわけ外務省、文部科学省、それから環境省、農林水産省のご支援をいただきました。そのことに改めて感謝の意を表したいと思います。以上で私からの報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは私の方から一つだけ聞きしますが、毎回この国連と日本人の、シリーズではですね、国連の中で働いている、日本人として働いていて、感じることのようなものをですね、ちょっとご感想を伺っているんですが、外から見られた国連と実際中に入られた実感というか感想というか、そういうのはいかがでしょうか。国連というのはですね、国際的な組織だというふうなことでですね、非常に私も大きな規模感を想定していたんですけれども、ニューヨークの国連本部も、それから、私がいろいろと直接関わっているユネスコとか、それから FAO ですとか、そういうところを見てみてもですね、意外と小さいんですね。で、その小さい組織でよくこれだけの幅広いことをやってるなというふうに思うんですけれども、なかなかそれが十分ですね、大きな成果を上げるところまでいってないことが多いということが、大変私にとっては気がかりなことでございました。特にこれは後ほど国連大学についてもお話ししますけれども、ユネスコはですね、このパレスチナの世界遺産を認定してしまったためにですね、アメリカは拠出金を出さなくなったんですね。今日本がトップの、拠出国ということになってしまっているわけです。そういうことでですね、非常に大きなテーマを抱えていながらですね、残念ながら非常に予算の制約のある中で頑張らざるを得ないというのが、私が一番思っていることですね。私は国連大学に8年前に赴任しましたけれども、本当に日本政府からの毎年の任拠出金には感謝をしているわけですけれども、残念ながらですね、いろんなことがありまして、事業仕分けという、もう皆さんお忘れかもしれませんが、そういうことがあったりしてですね、非常に毎年毎年予算が減少傾向にあるということでですね、そこをなんとかプロジェクトでカバーをしてきたという歴史があるわけですけれども、そういうふうな意味でもうちょっとですね、国連というものの活動のためにですね、各国が配慮していただけることがあれば大変いいなというのが、私が一番思っていることです。はい、ありがとうございました。それでは会場から質問を受けたいと思います。お名前と所属をおっしゃって、マイクの前でお願いいたします。いかがですか。はい、どうぞ。どうもありがとうございます。私は朝日新聞社の OB の竹内と申します。現在国際開発ジャーナルという ODA の専門誌で、主に書いております。サステナビリティということで、アフリカを見た場合、さらに踏み込んだ、ちょっとコメントをいただければなと思うんですけれども、TICAD でも今年いろいろなことを、8月にあるわけですけれども、いくつかの項目がありますが、ただ現状を見ますと、アフリカではやはり、これまで大変なインフラ開発競争みたいなことがね、起きてきました。でやはり日本もかなりのものを投じているわけですが、やはり、中国が、官民でですね、さまざまなインフラ投資も進めて、でこれが本当に経済発展につながっていけばいいわけですけれども、それがこの竹内先生の目から見てですね、どのように、つまりサステナビリティという観点から見て果たして どのように映っているのか、それで日本がやっぱり TICAD で進めるべき協力、すでに先生もいろいろ人材育成など指摘されましたけれども、もう一歩踏み込んだところでちょっと、お話を伺えれば幸いです。はい、ありがとうございます。アフリカに行くとですね、いろんなところでその中国の進出というのを目にするわけです。例えば私が若い頃にカウンターパートであったザンビア大学、大学の正面入ったすぐそばにですね、孔子学院というのができております。ご承知のように孔子学院というのはこれ日本にもたくさんあるんですけれども、中国のですね、教育を拡大する戦略の一環として孔子学院というのを作っているわけですけれども、非常に目立つところに目立つビルができているというようなことがあってですね、本当に ODA の総額で見ても日本の総額が非常に小さくなっているということですね。でこれに対する私どものこれからの考え方っていうのはですね、これ今私日本人としてお答えをしたいと思います。国連大学の副学長というよりもそれをですね、中国に負けずにやっていくということはおそらく不可能だと思います。でアフリカで実際に私どもが本当に評価されるためには、そういう量ではなくてやっぱもう質でしかないんではないかと、そういう点でですね、この教育人材育成っていうのはそれほどのお金をかけずにですね、しかも若手を育てることによってですね、これからの有効な関係の維持、それから有効な関係だけじゃなくて経済的な相互の発展にとっても意味があるんじゃないかというふうに思っておりまして、そういうふうなことでやっていくしかないんではないかというふうに思っておりまして、実は私自身も岸田外務大臣にはそんなことを申し上げたことがございます。やっぱり量ではなくて質でやっていくと、それから物ではなくて人を育てるということでやっていくと、もうそろそろ私はもちろんODA の従来型の ODA が全てダメというわけではありませんけれども、そういうところにメリハリをつけていくということがやっぱりそういう今の大きな流れから言うと重要なんじゃないかと、また効果的ではないかというふうに思っています。はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。実際ですね、私も国連大学行ってそういうプロジェクトがあるのでガーナからの学生をたくさん受け入れました。で、博士ももう今出しております。おそらく彼らが国に戻った時にですね、次のガーナの持続可能性サステナビリティを支える人材になってくれるんじゃないかというふうに期待しております。はい、じゃあ、はい、国連広報センターの根本です。SDGs の実施が今年から始まりました。でMDGs と違って途上国のみではなく日本のような先進国の実施というものも義務付けられて、進捗を図っていかなければいけないと。で開発途上国では国連の、開発グループであったりカントリーチームがあって、さまざまなそのインタアクションというものが政府とあって、その進捗というものを図っていくことができるんでしょうけれども、日本のような先進国においてですね、国連大学をはじめとする国連諸機関はどのようにその実施進捗を担保するような形をお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。日本の社会の中ではそもそもこの認知度が非常に低いということが問題だということを先ほど申し上げました。しかしそういう低い中でもですね、実は非常に熱心に取り組んでいる人たちがいるんですね。これはどういう人たちかっていうと、企業とか NGO の人たちです。で、彼らはですね、いわば自らのビジネスモデルを変えるためにこの SDG を使いたいということで、私もグローバルコンパクトジャパンという、そのグローバルコンパクトという国連の取り組みの日本支部の理事もさせていただいているんですけれども、そこに参加する企業はですね、これからのその企業の価値創造の一つとしてこの SDG を使っていけるんではないか。例えば持続可能な生産と消費みたいなものがありますけれども、そういう中に彼らのこれからのビジネスチャンスもあるという捉え方をしているわけです。で、残念ながらですね、政府内ではまだそうしたことがですね、一つの新しい、これからですね、体系的にものを考える機会だという取り組みとして捉えられていなくてですね、なんとなく外務省が中心になってやっていてですね、そしてどっちかというとどっかの国の話だというふうな捉え方が今多いというのが残念で、これをなんとかですね、これを取り組んでいくということが日本の社会の将来にとってとても重要なんだということをですね、皆さんに分かっていただくということが必要だと思います。で、そのためには国連大学のような組織が日本政府とそれから国連組織、国際組織との間のやっぱり橋渡しをしていかなきゃいけないというふうに思っているんですね。最近もそのことについて話をしました。一番の大きな問題はですね、この持続可能な開発目標っていうのがこの割と民主的なプロセスで、作り上げられたもんですから数が多いんですね。17の、ゴール、それから168のターゲット、こんなたくさんあったらですね、誰も覚えられないしですね、どうしてもなかなかですね、一個一個のものになると。で、それどれをその対象としていくかということを考えていくというのは難しい。で、多くの人たちはですね、それをつまみ食いするような格好で今考えているわけですね。特に企業の人たちはそれでいいと思うんですけれども、しかし政府全体として見るとですね、これは体系的な取り組みでなきゃいけないわけで、そのためにはその膨大なターゲットとゴールですね、これをなんとかきちっとした形で関連付けてあげるような、そういう翻訳っていうのが必要なんですね。例えば農業っていうのは農業に関する目標がありますけれども、実は農業っていうのは消費にも関わりますし、それから生物多様性にも関わりますし、気候変動にも関わりますから、それはバラバラに議論するっていうのはおかしいんですね。ですからこれを道筋をつけてあげる、そういう学術的なアプローチっていうのも誰かが定義して、そしてそれを世界全体の目標からそれぞれの国やそれぞれの地域や、あるいはそれぞれの企業活動の取り組みにどう反映させていくかということを皆さんにですね、示していくようなことが必要になるわけです。で、私はそういうふうなことのために国連大学というのがまさに国連の学術機関として存在しているんじゃないかというふうに思っておりますし、そういう取り組みを実際にも国連大学の中でやっているということでございます。ぜひ影響力のある皆さん方にですね、日本の社会の中でいかに SDGs を主流化していくかと、そのことについてのぜひですね、この候補についてご支援いただけるとありがたいと思います。ドイツあるいは北欧の先進国ではですね、まさに SDG を自分たちの問題としてそれぞれの国の戦略の柱にしております。それに比べますと、やっとそういう総理をトップとする組織ができたわけですけれども、まだまだ取り組みはこれからだというふうに思っております。もうすでにSDGs の最初の年に入っておりますので、そういう意味でこれからこの取り組みをぜひ日本の国内でも加速化していただけると大変ありがたいと思っておりますし、私は国連大学はそのことに十分協力できるというふうに思っております。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。一つですね、教育機能の国連大学、当初はアメリカが反対をして、教育機能がなかったけれども、この7、8年前ですか、教育機能を持たせることができたと。ユネスコの支援もあったんでしょうが、その時当初最初の段階では反対したアメリカが今回7、8年前の時にはアメリカの態度はもういいよということだったのか、それとも何か抵抗があったのか、その辺はいかがですか。これが決議されたのはもちろん国連総会なんですけれども、実はあんなメインな議題にはなっていなかったんですね。ただし、国連大学としてはですね、ニューヨークでかなりロビー活動をいたしました。で当初はウータント事務総長が言っていた時の構想というのはもっともっと大きな構想だったんですね。ですからアメリカの学術界に対してなんかこう大きな影響をもたらすんではないかという危惧の念があったというのが一番大きなポイントだったと思いますけれども、今のようなサイズになっていますので、学生もさっきちょっと申し上げたように非常に少ない人数で始めておりますので、そういう脅威という考え方はもう現時点ではなくなっているということで、アメリカも全く何も言わなかったというふうに聞いておりますし、むしろ逆に私どもは積極的にアメリカなんかの大学とも連携をしたいというふうに思っております。サステナビリティということで言えば、ハーバード大学とか、それからアリゾナ州立大学とか、それからインディアナ大学とか、それからスタンフォード大学とか、いくつか私どものパートナーがおります。そういう意味で今のような連携関係が保てて、かつ小規模ながら学生の交流もできるということは、むしろ彼らにとってもいいことだというふうに思っていただいているんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。朝日新聞の沢村と申します。今日はどうもありがとうございました。ちょっと具体的な話よりもちょっと概念的なご質問になると思うんですけども、グローバル人材の育成、国連大学はその一つの大きな役割を果たしているというようなことがよく分かりましたが、いわゆるグローバル人材というのはよくこの表現自体よく言われていることでですね、いろんなところで聞かれます。何が一体グローバル人材なのか、要するに例えば、グローバルな課題について非常に感度がいい人たちなのか、いろんな言葉を使いこなしていろんな局面で世界のあちこちで活躍できる人材なのかというのもあれば、時にはですね、海外の舞台に出ていって日本の国益を追求する訴えられる人材なのかという、いろいろありますけども、その辺のところをちょっと若干一般的なご質問になりますけども、どういうふうにお考えなのかということと、あと先ほどちょっと若干内向きの日本というのはありましたけども、じゃあそういうところを本当のあり得べきグローバル人材のために何が求められているのか、教育とかですね、メディアとかあるかもしれませんが、その辺についてもしご意見があればお伺いしたいと思います。私自身はどちらかというとあんまりグローバル人材という言葉は好きではありません。むしろですね、私が好きなのはいかにそのグローバルな課題とそれからローカルな課題をですねうまく融合させるような人材かというところが大事じゃないかと思います。そう従ってですね、なんとなくそのグローバル化っていうのがなんか英語で授業すればいいというふうな、そんなイメージですけども、私はむしろですね、そんなことよりも日本人は日本語をきちっとやって、中国人は中国語をきちっとやった上でですね、そういうグローバルな課題に挑戦していくということがですね、そういう2つの問題を結びつけて考える上で非常に重要だというふうに思っておりますので、最近文部科学省もそういう英語で講義をする体系を作るとですね、それでグローバル人材の育成だっていうふうなことになっていることについては、私はやや違和感がございます。私が特に申し上げたいことはですね、特に国連大学という関係の中で申し上げたいことは、多くの場合グローバル人材といって世界に出ていったときに、その世界っていうのは先進国なんですね。アメリカで勉強する、イギリスで勉強する、ドイツで勉強する。もちろんその方がですね、最先端の研究分野ではいいわけですね。しかし世界の抱えている課題を考えると、私としては若い人がもっと途上国に行って、そして英語だけじゃなくてその国の言葉を駆使して、そしてその国の本当に社会の底辺で生活をしている人たちをどうやって救っていくのかということに貢献できるような、そういう人材の育成ということには残念ながら今なっていないというふうに思います。で、ささやかながら国連大学はそういうことにある程度貢献をしたいということで、先進国よりも途上国を中心にですね、教育活動を展開したいというふうに思っているわけですけれども、そういう意味で私は、いわゆる今言われているグローバル人材の育成ということについては、もう少し、多面性を持って考えていった方がいいんではないかな。つまりグローバル人材とはこういう人材というふうな決めつけをしないで、こういうふうな問題に対してはこういう人材、こういう問題に対してはこういう人材というふうなですね、そしてできればそれらを兼ね持っているような多面性を持った人材の育成、これが重要じゃないかなというふうに私は思っております。アフリカの現場に行くとですね、私ども本当に厳しい干ばつ、洪水に見舞われている、農村地域なんかに行ってですね、本当にこういう人たちに対して貢献ができるんだろうかということを常に考えているわけですけれども、一方でアメリカで先端的な研究をして大きな成果を持ち帰るっていう人もいていいと思いますけれども、そういうところへですね、積極的に出かけていって、そういう地域にも貢献し、でそれがひいては日本の国益にもかなうというふうな人材の育成も合わせて考えていくべきではないかというふうに思いますし、そういう観点の見方というのは必ずしも今強くないなという、そういう感想は持っております。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいですか。じゃあ学位プログラムを取られた方々の進路ですね、どういった道に進んでいらっしゃるのかということ、そしてもう1点は日本に、本部がある国連機関としてですね、その意義はどういったところにあるんでしょうか。はい、ありがとうございます。まず卒業生がどういう方面に、行っているかということですけれども、大変幸いにもですね、教え子は私どもが、お願いしていた通りですね、国連機関、それから国際機関、それから各国の援助機関、それから、NGO のような組織、また民間の国際的な組織に行ってもらっています。また何人かの学生はですね、引き続き例えば東京大学のようなところ、国内の大学、あるいはアメリカの大学で引き続き学位を修士から博士へというような形でやっていっていただいてますので、少し時間がかかるかもしれませんが、いずれはですね、そういう学術的な領域でも人材が育ってくれることを大いに期待しております。おそらく国連大学に来なければですね、多分日本に来るということはなかったであろうという人がかなりおりましてですね、この7月には大学院の修了式をやりますけれども、この修了式で今度博士を取るですねガーナの学生は、ご両親それから奥さん子供初めて日本に連れてくるそうです。そういうふうな意味でですねこの国連大学のプログラムがこのプログラムを修了して国際的な場で活躍をするということだけではなくてですねこの日本に3年ないし2年滞在することによってですねより日本社会を皆さん理解していただくということにつながっていくと非常にいいんじゃないかなというふうに思っております。2番目は何でしたっけ。日本にここに、うん、国連大学あることも、だから今のみたいなことですよね。はいはい。そうですね。やっぱりもう一つですね。この国連大学これが日本にあるっていうことは、最初の佐藤栄作総理の話もありましたけれども、やっぱり国連とその関連組織に対してですね。言ってみるとそれのショーウィンドウとしての意義があると思うんですね。私どもいろんな意味でシンポジウムをやったりしておりますし、国連事務総長がしばしば来ておられたりもしますし、それから国連という名の大学ですので例えばいろんな国の大統領が来られた時にですねその大統領が直接国連大学で話をしてくださるというふうなそういう機会もしばしばございます。この国連大学の学生にとってはですね本当に大統領と直接会えるっていう、しかもアフリカの学生たちにとってはですねアフリカの大統領と会うなんていうのは普通はありえないことでですね、そういう意味でそういう機会があるというのも非常に大きなメリットじゃないかというふうに思っております。昨年はちょうど40周年ということで天皇皇后両陛下にもお越しいただきました。ご高齢ということもあってですねできるだけご公務に、少なくするということで、宮内庁といろいろと相談したわけですけれども両陛下の非常に強い希望でですね学生と話をしたいということになりまして私どもの大学院生ですね陛下と皇后陛下二手に分かれてですね全員と話をしていただきました。そういう中でフィリピンの学生にはですね近々フィリピンを訪問するというようなことも直接お話をされたりですね、されておりまして、非常に学生もですね感激しておりました。その前日まで内緒にしておりましてですねとにかく君たち偉い人が来るから明日はいなさいというそれだけは学生に通知して、お目にかかっていただいたわけですけれども、そういうチャンスもまず他の大学ではなかなかない機会じゃないかというふうに思っておりますし、そういうような意味で学生は大変国連大学での活動をエンジョイしているというふうに私は思っております。はい、ありがとうございます。じゃあそれで最後の質問どうぞ。1990年代までNHK の経営の末端を担っておりましたけれども、実はですね、私はその後ロンドン大学というこれは東大経営を一橋と協定のあるロンドンスクール・オブ・エコノミックのフォーラムを会長しておりましたので国連大学とですね学長と一緒に93年3回フォーラムを国連大学でやりました。でその時にですねハンス・パン・ヒンケルいや南、じゃないブラジルから来たんです、はい、グレゴリーです。それでその頃ですね国連大学というのは非常に人数は少ないですね来てる人はね。で私たちが知ってるのでは国連機関としては名古屋に国連、地域開発センターでここはなかなか学者ですけどねアジアの、その近代化っていうか70年代80年代90年代のアジアの成長に非常に役立った政策を元に帰ってやってるってことだった。でおそらくね国連大学に出てきた人たちもその地域開発に行くかと思いますけれどもね。でそれを願ってますが、そのためにある程度量がいなきゃいかんだろうと。で例えばロンドンスクール・オブ・エコノミクスですと153カ国から来てるんですよ。で6割が大学院で帰ってきたら、まあ、今首相総理になったのは50人ぐらいいますけどね。ですからそういうような具合にむしろ国連大学になっていってほしい。その場合にですね、やっぱり国連大学だけではならないから、日本のねそういういい大学と一緒に共同のプロジェクトをやっていくと。そうするとですね、その点が少し補われるんじゃないかというふうに思うんですね。ですから現在どの程度の人数がいて、これはいわゆる普通の大学の大学院生とはちょっとまた違うと思うんですね。だからそれはまあ SDG とかそういうことを求めてやっていくんでしょうけど、だからそういう意味でですね、日本にある国連機関の中から世界の発展にものすごく役立つになるように、まあ、ぜひ頑張っていただきたいということを込めまして、ちょっとご感想、どうもありがとうございます。今大学院は最近本当にいろんな制約を克服して作ったばかりなので、まあ、少人数ですけれども、まあ、これまではインテンシブコアコーシスというですね、研修プログラムをやっておりまして、これはまあ引き続きやっております。これは毎年50名ぐらいの人がですね、世界各地また日本各地から来られます。この学生もおりますし、それから現在国連や国際組織の職員もおりますし、まあ、いろんな方が来られておりまして、まあ、これは長い歴史を持っておりまして、まあ、そこが一つ、国連大学としては研修のための受け皿ということになっております。それから大学院レベルではですね、今東大の3つの部局と協定を結んでおりまして、単位互換、それから共同のディプロマというのを作っております。東大以外にも国際基督教大学、それから横浜国立大学、それから上智大学、といったところとの協定を持っておりまして、これを増やしていくということがこれからの課題だというふうに思っております。まあ、そういうことでだんだんとですね、日本の社会の中で皆さんに評価していただけるような組織に、まあ、私としてはこの8年間努力をしてきたつもりです。で先ほどお話になった国連地域開発センターというのは私もよく知っておりまして、まあ、以前には佐々波秀彦さんという、まあ、亡くなられましたけれども、彼が所長の時に非常に大きな組織にされたということも承知しております。まあ、しかしですね、あれは研修ですので、やっぱり正規の大学院プログラムということではですね、私どもが初めてこれを作ったということで、実は文部科学省の方でもですね、これをどう位置づけるかということで、わざわざ私どもの学位プログラムをですね、正規のものとして認めてもらうために文部科学省の省令を改正しまして、それができるようになったということでございまして、まだおっしゃるように人数的には不十分かもしれませんが、一つには研修プログラムはもっとたくさんの人を受け入れていると、それから日本の大学との連携というのも現在進めているということで、この状況をですね、もっともっと良いものにしていきたいというふうに思っております。はい、どうもありがとうございました。それではそろそろ時間が参りました。記号の方は、自然と共生する世界の実現というふうに、書いていただきました。それでは最後に日本記者クラブの方から記念のネクタイを差し上げて、終わりたいと思います。どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。